Oh,
ありがとうございます。ありがとうございます。ラーメンスクエアにお越しの皆さん、こんばんは。こんばんは。私たちアレアガールです。よろしくお願いします。はい、それではメンバーの紹介を私がしていきたいと思います。皆様から見て左側から中本ひより、おとぎかんな、山宮れな、瀬名美月、綾瀬ももな、一ノ瀬愛花、大野ひな、宮瀬美也、北川美咲、綾瀬音羽、セイラサリア、山上若葉です。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは告知の方をさせていただきたいと思います。私たちはアレアガールズとしてここで月曜日に不定期でライブをしております。今月はですね、終わりましたね。はい、終わりました。来月です、はい、今月は あったわ、30ありましたわ。最後の最後に、最後の最後にあった。はい、はい、今月は30日にもまたありますので、皆さんぜひ遊びに来てください。そして、はい、そして私たちは普段秋葉原で仮面女子候補生としても活動しております。はい、土日の15時から秋葉原から徒歩数分のところにあるパセラさん7階の仮面女子カフェにて、土日の15時から無料の分もございますので、よかったら遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、そして仮面女子ワンマンライブが12月15日 EX シアター六本木にて行われます。そこでは、生バンドがございます。それはレアだと思いますので、ぜひ遊びに来てください。そのチケットが今日の物販でも販売されていますので、ぜひご購入してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、アレアガールズ4周年記念、結成、生誕、はい、祭誕なんかそう、5ステージぐらいやって、これで最後なんですけど、ね、ラストはラストでスラガセーフで出てるんですけれども、ね、4年前にいたのがカンナちゃんだけなんですよね、はい、どうでした？アレアガールズ結成秘話みたいなのはあります？結成秘話？結成秘話結成話？そうこういうエピソードやってやって。ありますよ。アレアガールズで唯一の楽曲のアレアレアってあるじゃないですか、うん、これって実はメンバーが振り付けたんです。今日ね、なんかやってるんですけども、ちなみにカンナちゃんどこ振り付けたんですか？私は落ちサビに入るところ、ずんちゃかちゃずんちゃかちゃ、あれカンナなの？ふくらはぎこのステップをカンナちゃん作ったんですか？そう、最初ただ歩いてるだけかと思いきやステップになってたっていう。ちゃんとステップなんですけど、ちょっとできないからこんな感じ。できないか、作ったのに、作った本人ができない。すごいよね。そう、今ね、アレアガールズの衣装って赤とセンターだけピンクなんですけど、昔ね、カナちゃん黒とか着てませんでした？そう、赤と黒しかなかった時代で、ピンクはまだそうなかった時代で、そう黒着てました。なんかアレアレアの最初、赤の人、黒の人ってやってませんでした？そうですよね。そうだったんですね。あれは別になんか何の意味もなく、そのリハの時に赤の人、黒の人っていう風に遊んでたら、まあ実際そうなっちゃった。そう、考えられなくて、それでいいやみたいになって、赤の人、黒の人で、ちゃんとファンの方も赤の人って言ったら赤の人の名前を言ってくれるみたいな。じゃあ赤の人とピンクの人でやる。ピンクの人は赤の人みたいな。あれあれあの最初のとこですよね。そうそう、すごい。今日ちょっとそれでやってみません？若葉だよ。いやでもあれも衣装が違うのか。あ、じゃあこれ衣装が全員赤だ。すごい感触ある。衣装が違う。そかそか。でもまた黒とかも着てみたいですけど。着たいよね。あれ可愛い感じで。あれ可愛い、黒いやつ、ちょっと肩出しでエチーなやつ。なんで着なくなったのかがちょっと分かんないけど、ね、嬉しい。また着てみたい。またなんかね、シャッフルとかあればね、黒と、赤コンボとかでね、機会まだね、アレアガールズ4周年ですけども、5年目にも向かってね、頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひこれからもアレアガールズの応援よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、残りわずか3曲となるんですけども、最後まで楽しんでいきましょう。イエイ。はい、それでは次の曲に行きたいと思います。聴いてください。あれあれや、あれあれや、始まるよ。朝からなんだかとってもどんよりギリギリ、曇った天気のせいかしら。
Yeah.
それでは最後にツイッターのお知らせをお願いします。はい、私たちは全員ツイッターをやっています。ツイッターで漢字4文字仮面女子、またはカタカナであれ上がるとツイートしてみてください。みんなでフォローしに行っちゃうかもしれません。行っちゃうかもしれません。ごめんなさい、はい、ということでアレアガールズ4周年記念イベントたくさん盛り上がってくれてありがとうございました。5周年もぜひよろしくお願いいたします。それでは以上、私たちアレアガールズでした。ありがとうございました。